こんにちは、高橋優です。実は今病院にいます。病院って言っても産婦人科にいます。今私38週目の3日目なんですけど、坂子体操をすごい毎日頑張ったり、旦那さんのヒロ君に毎日お灸してもらったりしたんですけど、赤ちゃんがまだ回らず坂子のままなんですよ。ということで今回入院して、明日外回転術というものを受けることにしました。外回転術っていうのは、下半身、お腹から下を麻酔して、で子宮がこう柔らかい状態になったところで、こう外からこう先生がこう赤ちゃんを回す、外から回転させる術で外回転術っていうのを受けるんですけど、そのために今日入院しました。で明日朝その手術をして無事に回れば退院、回らなかったらもうその場で帝王切開で赤ちゃんを産みます。はい、無事に回ってくれたら嬉しいなっていうふうに個人的には思ってるんですけど、また結果はこの後お知らせします。回ってくれ。晩ご飯が来ました。豪華。何これ、牛肉。病院のご飯ですよこれ。いただきます。今夜の11時25分です。明日も朝からいろいろ準備して手術室に行って外回転術を受けます。いや、帝王切開なるかならへんか分からんけど、いや全然私回る気まんまやってんけどさ、なんかお医者さんのお話聞いたり、助産師の方に緊張しますかみたいな言われて話してると、え、もしかしたら明日私ママになるみたいなそんな気がしてきて、いや回る気満々やねん、ほんまに。回し、あの外回転術が無事に成功したら嬉しいなって思うねんけど、私が外回転術をするのが38週目で、普通よりちょっと遅いんやって。だいたい外回転術を受ける人は妊娠36週目とか、その赤ちゃんがまだもうちょっとちっちゃくてお腹の中で回りやすい状態の時に行う人が多いみたいなんですけど、私は38週目でやることにしたんです。それにも理由があって、その帝王切開と外回転術は同じ麻酔をするんですよ。同じその下半身の麻酔だから、その私どうせならこう麻酔は1回で終わらせたいなっていうタイプ、割と自然派なんで、だから、ギリギリまでじゃあ坂子体操とかお灸頑張って一応帝王切開日程は決めといて、で帝王切開するかもしれん直前に外回転術をするっていう選択をしたので、ちょっと遅めなんですけど、なんかそうするとちょっと成功率が下がるっていう風に先生に先言われましたね。いやでも成功させたい、できれば。いや全然帝王切開ももちろん素晴らしいお産やねんけど、でももしも帝王切開になったら明日からここにいる子がここにいるからな。緊張する。どう？なんか実感湧いてこない？楽しみだよね。もちろん楽しみだよね。もちろん楽しみ。もちろん楽しみ。でもさ、でも心配。ね、心配？うん、何が？いや、その、なんだっけ？転世界？外界転術？うん。どうなるか？ね。まあそうだし、帝王切開も心配。心配。
でも自然分娩も心配でしょ全部全部心配ありがとう。でも明日は私が手術室に行って外科医転術してる間もヒロ君はいてくれるしな。そう思うと心強いです。どうする？ほんまに、もしもし今なんかもうここにいるのが慣れたじゃん。ここにいるのは結構慣れて当たり前のようになってたけど、最近助産師さんになんかこの子の態度はこの子のものでしかないからみたいな、今のうちに楽しんどいてくださいねって言われたやん。すごいと思った。生まれたらもちろん会えるけど、この今お腹で動いてる感じとかお腹に話しかける感じとかって今しか味わえへんものなんやと思うと、なんか不思議だよね出産って。ドキドキするよね。でもなんかさっきシャワー浴びてる時は、明日お母さんになる、大丈夫かな、どうしようみたいな、ちょっと不安になってなったの。お母さんなれるかなみたいな、明日からいきなり大丈夫かなと思ったんだけど、今ヒロ君とかと喋ってると楽しみになってきた。いずれにせよ会えるのは楽しみやから、楽しみにして明日の朝を迎えたいと思いますね。ヒロ君も楽しみだよね。うん、じゃあ寝ようか。おやすみ。おやすみヒロ君。はい、おはようございます。今は朝の7時過ぎ、昨日の夜10時から飲食禁止だったので今点滴で水分を補給してます。いよいよ今日外科医転術をします。水分補給、あんま寝れなかった、今更寝ない。赤ちゃんがすごい動いてる。外科医転術成功したら今日の夜から食べれるって。走ってるね、確かに。電車だね電車走ってるな。あ、馬っぽくなった。
いい感じ、いい感じに信用が取れてる。よく生まれました。おめでとうございます。おめでとう、頑張ったね。うん、なかなか気張ってね、よく生まれてきたね。また傷ついちゃうよ。かっこいいね。よかった。無事に生まれてよかった。なんて呼ぶ？お母さん？ママ？ゆうちゃん？溶ける、本当にやばい。こんなことある？いいね。あら、よく寝れた？あ、見てるね、カメラ。見てる見てる。かわいい。おいしい。え、ちょっと。いい可愛い顔してる。はい。はい。もうちょっと痛み止めやってもらう。はい。はい。すいません。抱っこします。この左膝を外に向けながら立てていきます。で、横入れ込んで、このテープをピッと剥がしてもらって、ここに止めます。はい、こっちもしっかり入れ込んで。はい、初めての。まさに初。私できるかな。さっぱりするなって思うね。さっぱりしてか。色とか似てるかな。ゆうちゃんも似てるんだよね。そうですか。でひろくんにすごい似てる。二人。ありがとうございます。記録を、あ、記録を思っています。はい、というわけで私の産後レポいかがでしたでしょうか。もともと私は自然分娩を予定していたんですけど、まあ逆子が治らず帝王切開でこの子を産みました。予定日より2週間早く産みました。っていうのもその外回転術をやるために、まあ、2週間早く
ていう予定だったんで、まあ、2週間早く生まれたんですけど、それでもやっぱ元気で生まれましたよ。で、まあ、回らなかった理由としては、まあ、へその緒が2週この子の首を巻いてたっていうのが大きな理由ですね。それでこの子は回ろうとしていたけど、ね、へその緒が邪魔して回れなかったんだよね。でもすごいなんかずっと回れ回れって話しかけてたし、ヒロ君に毎日お灸してもらって毎日逆子体操とかしてると、本当にもう回ろうってしてるのがすごい伝わってきてたんですよ、お腹から。あ、ごめん、本当に回ろうとしてるなこの子ってずっと思ってて、回ったんじゃないかと思った時もたくさんあったんですけど、でも私今回思いました。本当にもう帝王切開だろうが自然分娩だろうが無痛分娩だろうが、お産は素晴らしい。もう本当にもうどんなお産でも素晴らしい奇跡が無事に生まれてきてくれること、それに越したことはないなって本当にこの子を見て思いました。回らなくて手術室の中でちょっと回らなかったから、じゃあもう帝王切開で行きますねって先生が言ってくださって、はい、お願いしますって言ってて、もう私麻酔効いてるから全然その痛みとかも今ない状態で、あ、お願いしますって感じ普通に話してたんですけど、この子のニャンニャーっていうその産声と先生たちのおめでとうございます男の子ですっていう声で、おぎゃおぎゃって声はずっと鳴り続けてて、そっからこの子の姿がパッて上上がってきたんですよ。パッて見えた瞬間にもう涙止まらんみたいな、もう急に実感が湧いて、もうすっごい泣いて、でその後にちょっと赤ちゃんをきれいにしてもらって私の枕元に連れてきてくださったんですけど、いやもうほんまもうよく生まれてきてくれたなって、もうなんか一生懸命回ろうとして頑張ってくれたんやなっていうのがもうすごく伝わって、だからもう産み方どうこうじゃなくて、もうこの子の命、もうそれが一番やなっていう風に本当に感じました。なので今逆子で、まあ、悩んでいる方とか帝王切開になるかもって言われて、あ、帝王切開お腹切るの嫌だなって悩んでる方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、帝王切開も立派なお産です。なので胸を張ってどんな産み方だろうが誇りを持って母になってほしいなって思います。ただほんまに帝王切開やってマジで次産むときはほんまに、まあ、麻酔があるんできつくないねんけど、産んだ日の夜からやな、麻酔が切れて傷口が痛い、本当に痛くて全然動けない、トイレにも立てないって感じ。私はだから産んだ日とその次の日は一切もうベッドから動かなかったです。もうずっとベッドでああみたいな、だからおむつ替えもこの子をあやすのもミルクをあげるのもヒロ君がやってくれてました。それはほんまに感謝。私はもうこう横になりながら何もできひんお母さんや私みたいな感じだったんですけど、3日目ぐらいから傷口の痛みがふってちょっとマシになって、立つのに時間はかかるんですけど立てるようになってゆっくりトイレに行けるようになりました。ただこう笑うと笑ったりとか、まあ、くしゃみとか咳とかで腹筋を使うと痛ってなるんですよね。やっぱりお腹がまだ傷口がちょっと痛いんですよ。そうなんですけどミロ君が天然すぎてめちゃめちゃ笑かされます。モニタリング見てえこれドッキリって言ってました。笑わせんといてお前今まで何見てたんみたいな感じだった。
といて。まあでもね、もう無事に生まれてきてくれたから言うことないです。ようこそ浦部家、ようこそ私たちの元へ。あ、これからのね、楽しみだね、この子のこと。この子の名前とか、この子との生活のこともこれから言っていきたいと思います。お名前発表みたいな、そしてその由来っていうのも YouTube でお届けできたらいいなって思います。その時はひろくんも一緒にお届けしたいなと思っておりますので、そちらも楽しみにしていてください。はい、ということで、もしこの私の産後レポいいなって思ってもらえたら、高評価ボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。これからこの子のこといっぱい配信していくんで、楽しみにしていてください。そしてブログとインスタグラムとツイッターでもたくさんこの子のことを書いていきたいと思うので、ぜひそちらもチェックしてください。というわけで、今は病院からですがお届けしました。じゃあまた次の動画でお会いしましょうね。バイバイ。